いくぞ、ナイタだが、マリアット、走馬灯を狙ったクリスを、ワンで返す、ワンで返す、クリス、クリス、しかし、フラフラ、ここでも打つ、クリスが来るが、ノーキック、ここで、190オーバーのクリスの顔面を打ち抜いた、カウント2。まだ飛べるんですね。いや、体力が戻った。そして投げてて上野勇気、無差別級王座に向かって BME オーバーならベストムーンサルト今これも決まらない。終わりが見えない。どうしたら終わるんですか、この試合。この2人の戦いは何をしたら決まってくれるんですか。どこまで行くのか。ダブル、ほんの少しでいい、ほんの少しでいいからクリスの前に立ちたい、前に出たい、上野前に出た。優しいボールだ。ここからが、奥田が最終局面か、長いか、おお、そこからまっついて、すげえ、おお、スリーパーだ、スリーパーだ、今、巻きつく、絡みつくように、大沢さん、そうですね、一瞬、ボディスラップかなと思ったんですけどね、うわー、これ、ばっちり入ってる。これは稲田さん、はい、もう秘策ですかね。あのかつてカーラノワールがやったあの、はい、カウンターの巻きつくスリーパーっぽいですね。はい、そこからそこからグランドの返球、これ首きついきつい、タップか、タップか、タップか、なんと納谷幸男が参ったの意思表示。
だ。1回転見事だ。ダブル、お、生かさない。徹底的にダブル R をディフェンスする間を生かせません。あの入り方では、いった、ゴーイン、力ずくでいったダブル R。 今度は上野が上だ。カウント3。ちゃー、青木さんと青木真也とこのベルトかけて戦いたい。怖いけど、どうなるか分かんないけど、青木真也とやりたい。青木さん、今日どっかにいるはず。いないかもしれない。まあいなかったら宣言をするだけだ。違う人だった。まあ応援に来てくれるって言ってたのに。え、さっき違う人だったんですけど。まあ確かにこの空気でね、うかつに立ち上がれないですよね。そうですね、はい。あ、本物だ。いました、いました、いました、来ました。ちゃんといました。本物のバカサバイバー、青木真也です。よかった、いてくれて。青木さん、何の、ありがとうございます。青木さん、聞いていただいてもいいですか。もしよかったらみんなの見えるところにでも。青木さん、僕は青木さんと出会って、青木さんの姿を見て、自分がこのリングでやりたいこと、やらないといけないこといっぱい学びました。でも青木さんの強さも凄さも僕にはまだまだ言っていいなんて思えなかったけど、KOD チャンピオンとして少しずついっぱい積み重ねてきました。僕は青木さんとこの DDT の一番のベルトをかけて試合がしたいです。よろしくお願いします。ありがとう。その挑戦受けて立ちます。今まで世界中でいろんな相手といろんな場所で戦ってきました。宇野薫、エディ・アルバレス、ギルバート・ブレンです。2015年の桜庭勝ち戦以来の戦いたい場所と戦いたい相手、それが DDT の上野由岐です。の挑戦受けてください。青木氏に憧れて、しんどいことも楽しいことも全部自分のことだと思ってやって、こんなに嬉しいことはない。青木さん、僕は青木さんで勝つ気でこのベルトかけてやりますから、よろしくお願いします。すいません、では日程の確認をさせてください。次のタイトルマッチ、8月25日日曜日夜の後楽園ホール大会を予定しておりました。青木さん、その日は空いてらっしゃいますか。是が非でも開けさせていただきます。ありがとうございます。では両者の合意ありましたので、8月25日後楽園ホール大会におきまして、 KOD 無差別級選手権試合、チャンピオン上野由岐対挑戦者青木真也、決定いたします。